Cチャンネル。はい、ということで皆さん、お疲れ様です。 Cチャンネルの Cちゃんと、そしてトキヤです。よろしくお願いします。さあ本日もね3人で、こう今映ってるんですけど、はい、あ、これちょっとやってみたかったなっていうやつをちょっとやろうかなと思って、うん、まあなんかいつもその裏からしーちゃんマジこれはこの前でも言ったじゃんみたいな、そのなんか過去の動画とかでなんかこう言われて、前も言ったことを忘れたことによってリスナーさんもしーちゃんマジで覚えてないのありえないみたいな空気になる時あるじゃないですか。じゃあそもそも、はいはい、あなた方2人も覚えてるんですかっていう話でございます。いやそんなの覚えてるに決まってるじゃないですか。だってあなた方は、まあ、裏でポチポチパソコンとかスマホとかで調べれることができる、いわゆるカンペがあるからっていうのは僕の中でちょっとあるんですよ、持論が。本日持ってきた企画は、はい、カリスマのこの一部分、何の動画だろうね。なんか締まり悪いっす。まあまあまあ、だから最近動画カリスマ出てないじゃないですか。だから僕らもちょっとリアクションできてない、うん、いやいやいや、この時間はリアクションできてないじゃなく、僕らがどれだけ凡人かっていうのをもっとみんな本物の凡人に知ってもらうべき時間だと僕は思ってるわけでございます。だから今回は皆さん、そう、このスタッフ2人に本物の凡人かっていうのを僕も試したいと思ってるんですよね。ということで今回5問、今まで僕らが見てきた動画でございますよ。はいはいはい、はい、見てきた動画出すわけないから、そんな意地悪しないから、はいはいはい、ワンシーンを切り抜いたやつはどの動画のタイトルを言ってください。タイトル、うん、決して難しいタイトルを僕は選んでません。負けた人はまた変なとこでボボマリンガを踊ってもらおうかな、罰ゲーム、その3人でどっかで撮影の時。さあということで、早速、このカリスマのこの一部分、はい、何の動画なのかクイズスタート。Cチャンネル、早速第1問、はい、いきます。このパソコンにねバーンって画像出ますから、え、早押し、あ、いや、一斉ので答えてもらいます。オッケー、あー、うん、いやいや、で、後からなんて言った、なんて言ったっいきますから、うん、うん、いきますよ。じゃあ第1問目からいきます。じゃじゃん、はい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 、あー、いける、こんなん余裕っすよ。言ったって僕しーちゃんよりも凡人だと思ってますから僕。お、出た出た。まあでもその最初にカリスマをこのしーチャンネル持ってきてたのってなんかトウスさん決めてる。あ、もちろん。出た、はい、あ、じゃあせーの、チャラチャラでお願いします、はい、せーのでいきますね、はい、じゃあいきます。ちゃんと皆さん聞いててくださいよ、これ間違ってるかもしれないからいきます。せーの、カリスマジャンボリー。おー怖いね。あ、お二人ともカリスマジャンボリー。はいはい。おお、これなぜなぜなぜ。いや、これはもうだってもうあのもうお城ありますから、お城のこの後燃えますからなるほどなるほどね。はいはい、じゃあお二人ともカリスマジャンボリーということで、じゃあ、早速正解、第1問目の正解はカリスマジャンボリー。まあまあこれはだって後ろにこのねお城あってね、はい、やっぱジャンボリーミッキーっていうね、やっぱパクリのあれがあるからこそディズニーのお城。パクリじゃないこれ間違えたらもう今すぐ全裸でボンゴリが使う、これはやばい。ボボンゴリンガ、ボボンゴリンガ、あれだまや。第2問目、デリン。あ、やばい、うわ、あ、待ってやばい、ちょっと あんまりちょっとちなみにこれは、前回ですね、うん、僕がカリスマ参戦の時に、うんうん、いやこれね、カリスマ参戦の時に出させてもらった動画なんですね、うん、だからいわゆる僕らがリアクションプラスこの間おさらいしたわけですよ、出してるから。 OK、 分かった、大丈夫大丈夫、いける。第2問目の、答えはせーの、カリスマ1週間。おうじゃあいきます。第2問目の正解はカリスマ1週間でございます。素晴らしい。なんかカリスマの全体曲は大丈夫なの、結構自信ある、はい、あ、ソロ曲のタイトルがめっちゃ怖いんですよ僕今。なんかあの変に英語とか変に漢字とかのやつが結構俺は、うん、ぐちゃぐちゃぐちゃってしてる感じで、ただ俺はやっぱり優しき凡人だから。早速じゃあ次の問題いきたいと思います。第3問目、ダレン。うん、大丈夫っす、そりゃそりゃそりゃ、うん
なんで上乗せないか。いやいや、じゃあ、じゃあ、うん、まあ僕なんですけど、うん、これなんて読むんだっけってなりやすいのよ。いや、俺は今それ。しっかり言ってくださいよ。なんかごまかさないでね。一緒に言うからって。圧が強い、ね。いや、マジで。俺はしますよ。じゃあ、いきます。それでは第3問目の答えを、2人に出してもらいたいなと思います。いきます。せーの。ビバラリバレーション。おお、リバラリバレーション。ああ、一緒一緒。お互い、リバラリバレーション。リバレーション。うん。でも、ずっとリバリブベブリベどっちだったっけね。おい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 思ったよ。シーちゃんもこれ分かってる。だからね。解答者、正解バーですね。これリブとかリベとか、うん、俺はよく間違えてたよ。じゃあ早速第4問。ででん。だなあ、ちょっと待って。いよいよ悩んで悩んで。全曲ヒントがあるんですよ。僕多分いけると思う。深く考えちゃいけない気がする。ね、皆さんじゃあもう大丈夫？決まったの？うん、決まった。いいのいいの？うん、迷わない。お、素晴らしい。第4問目の答えは、せーの、お疲れ様。カリスマプリンピクニック。おお、別れた。わかりました。待って、怖い。お疲れ様はなんか家でこの年末だったじゃん、動画が。だからなんか年末パーティー感みたいな。あと違う、うるさい。あお腹痛くなってきたな。第4問目の、答えはドルル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 見てるポイントですよ。そうですね、見てるポイントさすが。じゃあということでトシさんワンポイントリード。うわーばい。トシさんが一歩リードで、最終問題に行きたいなと思います。最終問題はかなり難しいです。最後の問題はこちら。ででん。さあ、非常に良くない言葉とね、良くないあれですけど、まあこれはまあ真彦さんがね、あこれね、うわあの、わかるのよ、あの、あれなんだよ。ヒントをください。昔やっぱ子供の頃見てきた、うん、まあね、あのメロディーをね、あのメロディーをね、うん、そう待って待って、すごい近くに来た。いや、これ以上ちょっとあんま言えないわ。だいぶ、おっ来た、オッケー来た。おお、しーちゃんさんがこうなんか、まあここかなって思う箇所を鼻歌で歌ってほしい。結構ね、トキヤがね、アニメのね、うん、そうよく気づいてたのよ、うん、あ、これはこの真似だ、これはこの真似だっていうのをすごい気づいてたっていう、うん、これ動画ですよ。あれ違うかもしれない。俺は違う。いわゆるだからアニメのオマージュたくさんあったんだよこれ、うん、だからいわゆるアニメですよ、日本のね。これ多分ね、今の俺の言った言葉、そこまで言うのしーちゃんってなってる、マジで。それでは、カリスマ抜き打ち、この一部分何の動画だろうな、スペシャルクイズ最終問題、答えを言っていただきたいなと思います。最終問題の答えは、せーの、カリスマインザハウス。ました。まずはじゃあトシさんから。カリスマピクニック。そしてトキヤ。カリスマインザハウス。カリスマインザハウスありましたね、カリスマインザハウス。それでは真実の答えを言いたいなと思います。いきます。最終問題の答えは、ドゥルカリスマっていいな。残念。
あなた方は昔のアニメ、日本の、ね、アニメって言って、俺は分かるよ、日本昔話の話をしてるの分かった、お、分かったの。でも人間の家だって言うのかな。クリスマインダンスは違うんだよ。クリスマインダンスはよくないよくない。さあ、ということでね、皆さんね、お疲れ様でした。こちら5問中、トシさんが4問正解、うん、そして5問中3問正解ということで、勝者トシさん。外してしまったんで、僕は凡人と言えないですけども、はい、まあ、このメガネに関しては、もうあの、凡人なんてな、もう、ボンも言っちゃダメです。まあ、ということでね、皆さんもぜひとも、このね、僕の大好きなこのカリスマ、まだ知らないという方は七人のカリスマ見てみてください。そして、凡人の皆様でぜひともまだチャンネル登録してない、そこのあなた、ぜひともチャンネル登録、そしてコメント、あ、もうこのクイズのね、どんな感じだったかというコメントとか、あとグッド評価とかもよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ありがとう、お疲れ様。 Cチャンネルご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。よろしくねー。